久留米出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は上智福岡高校からお届けします。今日は2年生蓮輪美月さん、不器用な自分に自信が持てないそうです。私の悩みはすごく手が不器用なことで、人よりできることが少なかったりとかして、大丈夫かなっていうか、どうすればいいのかなと思ってます。なるほど。ちなみにどんな不器用さなの？例えば文化祭の時になんか企画で段ボールでハートのオブジェを作ったんですけど、企画したんですけど、できなくて、同じ企画の子にやってもらって私は指示だけみたいな。基本的には不器用って思ってるかもしれないけど、俺からしたら、じゃあ自分が苦手なこと以外をやればいいじゃないとしか思わない。3歳の時に中耳炎になったんだけど、ずっとプールも入ってない、ずっとプールサイドでみんなの水泳を見てたわけ、授業の時。だけどその時の先生が、いいじゃない、別に陸上があるんだからって言って、俺はそういうふうに言われて、もうそれが救いというか、でもそうだなと思ったの。だから別に不器用でハートが作れないとか、段ボールで、別にそんなことは大したことじゃないよ、で自分は指示側に回ったっていうことだったらそれでいいじゃん。得意なこととか好きなことある？得意なことはでもやっぱこうやって人とお話ししたりとか、文章を作ったりとかするの好きです。十分ですよなんか自分でも結構これからやっていけるのかなとかいろいろ悩んでたんですけど、やっぱり自分の苦手なことは苦手なことでしょうがなくて、やっぱ自分の好きとかその得意っていうのを伸ばしていくことがすごい大事なんだなと思って心が楽になりました。ああ、よかった。頑張ってください。ありがとうございます。